どうも、哲学とです。今回はですね、ディアブロ2リザレクテッドの、オープンベータが来たということで、ちょっと遊んでいきたいかなと思います。まあ、普段3の配信を見てくださっている方はね、期待している作品かなと思うんですけども、まあ、オープンベータね、24日までやってますので、まあ、誰でも参加可能ということなんで、ぜひね、実際に、興味を持った方はダウンロードしてみてください。マリウス、こんなところにいるとは。ピロエル、ああ、そうだったな。あんたと気づかないなんて。正体を隠してくるに決まっている。ああ、そうだ、奴らに見張られている。随分と長い間お前を探していたマリウス、私から逃げているのではないかと思っていた。許してくれ、ティラエル。頼む、あれは私のせいでは。お前のせいではない、マリウス。では誰のせいだというのだ。王老者。ああ、そうだ、あれは放浪者が。ローグたちの修道院であれが起きたのはいつのことだったか。私は人々と共に東の門を越え、遠く離れた山の上に逃れた。もちろんあの恐ろしい悪夢から逃げるために。何か注文は？私は何日も眠れずに過ごした。眠ると記憶が戻るのだ。修道院の記憶が蘇る。あの悪夢が追ってくるのだ。夢、記憶、もはや区別などつくものか。あの悪夢から邪悪が私を追ってきたというのか。一体どうやって私を見つけた。このみすぼらしい人影が、剣を引きずって歩く弱々しい男が、なぜ私の心をこれほどの恐怖で満たすのか。男も抑えきれない悪夢と戦っているようだった。
の狂気と。私こそ完全に正気を失っていたのかもしれない。恐怖と破壊、あの邪悪が暴れ回る様、あんなものが現実に起こりうるはずがない。まるで夢の中の悪魔たちだ。あの放浪者から現れたのか。私は彼を追った。理由はわからない。私の悪夢が現実となったようだった。私は彼の呼びかけに逆らうことができなかった。そして私たちは共に旅をした。東へ、ずっと東へと。ここら辺のね、なんか多分ムービーとかも綺麗になってんですかね。結構映像が綺麗になってるみたいで、びっくりしました。で、ちなみに最初に起動すると接続画面出ちゃうんですけど、バトルネットアカウントの関連付けについてちょっと一本ね、動画にまとめてきましたんで、もしそこで、接続に迷ってるよって方はね、そちらの動画も見ていただければと思います。お主を待っていたぞ勇者殿ということで、マルチベータ版にようこそと。で、そうですね、3周版でないことにご注意くださいと。それではお楽しみください。サンクチュアリでのご武運をお祈りしますということで始めていきましょう。はい、新しいキャラクターを作成できます。はいはいはい。で、新しいキャラクターで、オープンベータ版はネクロマンサーは使えないみたいなことを聞いたんで、今回どうしようかな。ソーサレス、ドルイド、まあ配信ではよくソーサ、ウィザードやってるんで、ソーサレスでやってきましょうかね。ちなみに2は特に性別とか選べないんで、これを使うって感じですね。火炎霊気、電撃の属性魔法を自在に操る魔術師。まあ、ババもね、気になるけど、どうしようかな。まあ、製品版出たらネクロマンサーやるとして、まあ、今回はソーサレスでいきますかね。はい、ラダーなし。倒された後に復活しますと。ここね、セットもあるんで、
そうそう、ラダーシステムっていうのもあって、まあちょっとシーズンに近い感じですね。エキスパンション、三新エキスパンションの環境で、あ、はいはいはい。プレイしますと。まあスタンダードでいいんじゃないかな。え？はい。名前を自動生成。よく私がつけてるテイクマスターでいきますか。はい。あ、大丈夫でしたね。操作です。オンライン、オフライン。あ、これでいいのかな。で、プレイと。はい、一人プレイ。非公開のゲームを作して、ソロでプレイしますと。はい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 。とりあえず、一人プレイでやってみますかね。はいと。非公開のゲーム、まあ、いいでしょう。まずはソロでやっていきましょう。このロード画面もなんか懐かしいなって感じですけど。まあ、リザレクテッド、私、まあ、ディアブロ3が、8年 ?9 年ぐらい前に出た時に、直前までやってたんですけど、もうだいぶ忘れちゃってますね。ワリバ。ワリバ。このところの騒動が始まって以来、君みたいな冒険者をよく見かけるようになったよ。トリストラムの町を襲った惨劇のことはもちろん知っているだろ。恐怖の帝王ディアブロが復活したなんて噂もあちこちで流れている。噂が本当かは分からんが、数週間前に国威の放浪者がここを抜けて東に向かい、ローグたちが守る修道院の参道に入ったのは確かだ。魔物の群れはその後を追ってきたようにも見えるが、気のせいかね。ともかく国威の放浪者が通った後、参道に通じる修道院の門が閉じられ、奇妙な魔物たちが辺りを襲い始めた。野営地の外が安全になって門がもう一度開くまで対象を動かせない。トリストラムを襲った闇に飲み込まれる前にラッドゴーレインへ向かいたいものだが、それまで君も無事なら一緒に連れて行ってやろう。アカラとも話をしてみるといい。この野営地のリーダーだ。詳しい話を聞けるかもしれないぞ。はい。お、なんかこれ画質があれかな。ほう。こんな感じになってんですね。街では使えないって。ローグの野営地。アカラさんがいるので、アカラさんとこ行ってみますかね。保管箱もね、結構拡張されてるみたいなんで。お、あ、教養がこうやって追加されたのね。これいいですね。はい、アカラさんがこの奥にいるんで話しかけてあげるって感じですね。ごきげんよう、若きソーサレス。この暗黒の時代にソーサレスの姿を見られるとは、なんと心強いことか。
大いなる闇に立ち向かうには、もっと多くの女が立ち上がらねばなりません。私はアカラ、見えざる目の姉妹の司祭長です。私たちの野営地へようこそ。とは言っても、この粗末な壁で身を守るのが精一杯といったありさまです。私たちは忌まわしき呪いに苦しめられています。長きにわたり東へ通じる門を守ってきた偉大なる修道院が、悪魔アンダリエルの手に落ちてしまったのです。まさかアンダリエルに操られた我が同胞に襲われ、姉妹の館を追われることになろうとは。操られずに済んだ者たちは命を落としたか、荒野でチリジリになってしまいました。どうかお願いです。力を貸してください。この呪いを払っていただければ、その恩に必ず報いると約束しましょう。了解。カーシャの偵察隊から荒野に魔物の集まる場所を発見したとの報告がありました。近くの洞窟に忌まわしき魔物たちが大量に救っているそうです。しかもこの野営地を襲撃するために集まっているのかもしれません。お願いです、あなたの手でこの邪悪の巣窟を見つけ出し、魔物たちを退治していただきたいのです。あなたに大いなる目の導きがあらんことを。はい、あ、取引。あー、まずそうですね、マナポーションはもらっといた方がいいよさ。あ、お金ないやん。購入できないということ。クエストは更新できました。オプションで確認できます。クエストログね。あー、ここで見れると。ローグの野営地の外で邪悪の巣窟を、の入り口を探すと。大丈夫かな、いきなり死んだりしないかな。あ、こんな感じね。ライフポーション。お、あ、マナ再生の祭壇あるじゃん。さあやっていきましょう。むちゃくちゃ懐かしいですね。もうビルドとかだいぶ忘れちゃってますけど、結構ソーサレスはね、フローズンオーブがむちゃくちゃ強かった記憶があるんで、フローズンオーブ系を目指そうかな。レベルアップ。これ時間止まるのかな、大丈夫かな。あー懐かしい、スキルツリーと。これね、なんかスキルを、スキル同士の間に、
連携効果みたいな、シナジー効果みたいなのがあるんで、それをつけてあげると。で、確かね、フローズンオーブは、あれなので、ファイヤーボールが欲しいかな。お。あ、なるほどね。ファイヤーボルトを振らなきゃいけないのか。はい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 。あれ？ファイアボルト2になっちゃったよ。あ、いいんだよね。フォールーンは逃げてくれるんでいいんですけどね。やばいな。マナがいる。結構ね、画面は暗めなんですよね。マナが足りない。これ何？走るとかって。できなかったかしら。ちょっとあからさんにアイテム売ってもらおう。タウンポーターの人400か。
アルサで長押しで並べ替え。60かかるんだ。結構かかるの。もおお、杖もあれもしかして。はあ、高い。上質なワンド出たよ。お、ネクロマンサー用なのかこれ。ダメだな。これタウンポータルね。オッケこれ、そうか、レベル12まで触れないのか。そうか、どうしようかな。あ、やばい。時間が止まらない系ね。引き返せ。この先に進み。なんかね、野営地が確かあったと思うんよね。野営地じゃない、あの洞窟がね、どっかにあるから、それを使うってことやね。
あーやばい、これあれだね、間違えちゃうね。方向キーは、あれなんだね。洞窟にたどり着けてない。洞窟どこだろうな。これか？お、アミュレット出たよ。アミュレット。あ、そうか、鑑定しなきゃダメなのか。まあなんか操作はなんとなく分かってきたんで、そうだな。これ配信でやった方がいいかな。なんかそんな気もするよね。なんとなく操作は分かってきたんで、じゃあ続きはね、配信でやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。